についてのお話ですよ。皆さん、あのテンション大丈夫ですか？よっしゃい、はい、やってみましょう。はい、ね、経済と経営なんて聞くとさ、もうやだよ、だけやだ、なんだよ、もう難しいなと思うかもしれないんですけども、これマクロとミクロの視点っていうのが重要なわけですよ。マクロっていうのは森を見る、でミクロっていうのは木を見る、ね、皆さんの建てる会社だったりとか自分の個人事業っていうのは、ま、ミクロなわけですね。一つの経済の中に経営があるわけですね。だから今回はこの経済と経営の相関性から、じゃあどういうふうに事業を作っていけばいいのかというところまで皆さんにお伝えしていきたいと思います。難しいと思うでしょ？大丈夫です。 MVP はおばあちゃんでも理解できますから、これが MVP の良さですからね。はい、やってみます。じゃあここから、はい、やっていきます。サギ君、はい、メリークリスマス、ハッピーニューイヤー、ハッピーイースター、プレミアムフライデー、こういった行事っていうのは何の日でしょうか？嬉しい日です。嬉しい日、嬉しい日なんですよ。これですね、経済を支える日なんです。違う、結局はだ、皆さん、俺らって別に仏教ですよね、日本ってね、別にキリストじゃないですよね。でもなんでハッピーニューイヤー、クリスマスを祝うんですか？なんでですかね。面白いね、購買が消費が進むからね、プレゼント買ったりとか、そうすると経済を支えてくれるからね、はい、アメリカもブラックフライデーとかあるよね、そういうの、プレミアムフライデーだってそうじゃない、安倍さんが祝日を作って消費を上げれば経済になるだろうと、そういう目的なんですよ。だから全ての祝日ってのは実は経済が目的なんですよ、わかります？だから経済って祝日のお金って株価とかも動くの、わかるね。はい、で、バブル崩壊後今の日本っていうのはどうなってますかっていうのを皆さん知らないで、今後日本で生きていけますかね。今後日本で皆さん生きていくっていう人は、日本が今後どういう状況にあるのか、俺だってやべえんじゃねえのっていうのを認識できるかできないか、これが重要になってくるわけですね。で今回ですね、インフレとかデフレとかそういう言葉が出てきますけども、これね、お父さんお母さんにね、大丈夫、はい、はい、お父さんお母さんにね、子供がパパインフレって何、ママデフレって何、はい、最近インフレって何ですか？技、技なんかの技いや、分からないでしょ、分からない多分これを見てるほとんどの人がインフレデフレ説明できません。びっくりするよね、俺からしたらびっくりだ。多分 5% ぐらい説明できる、 95% あなた説明できます？ちょっと終わってる、終わってるわ、ほんと、もうやばい。だから今日はこのやばいのをまずは卒業しましょうと。でインフレデフレの話じゃないです、これも分かるようになりますよ。もちろん経営にこれがどうつながるのかっていうのも説明していきますよということですね。はい、で、日本っていうのはですね、このバブル崩壊後にデフレが続いていました。デフレっていうのはもう一言です、景気が悪い、景気の悪いっていうのがバブル崩壊後もずっと景気悪いですね。でちょっとここ景気上がったかなとあるんですけども、これは消費税増税前の影響ですね。消費税増税前でみんな買い物するって言って消費が上がって上がっただけですけども、基本的に日本はバブル崩壊後ずーっと景気が悪いです。これが一つ目で、1995年から20年間の GDP の成長率は主要国の最下位です。中国なんてすごいよね、チャイナバブルって言われてる通りね、ボーッと上がってきたよね、はい、世界平均がプラス 139% ね、アメリカがプラス132ですね。で、まあ、ドイツもプラス30なんですけど、日本マイナス20、うわうわだよ、本当にきちい、こういう時代です。はい、だからずーっとヨーロッパも上がった、アメリカも上がってきた、中国は低迷だったのがグッて上がってきたね、で日本は下がってきた、こういう状況に今日本はいます。で今回コロナの状況でさらに下がると言われてますね。その前にも 7% ぐらい下がるって言われてたんだけども、コロナの状況でさらに下がると、はい、そういうことですね。大丈夫ですか？はい、大丈夫、すみません、僕が変なこと言ったから、はい、入らない。 GDP の成長率、長期間のデフレね、日本は景気ずっと悪かったですと、はいはい、成長率もすごい悪いですと、過去20年間最悪ですと、これ誰のせいですか、うん、皆さん大丈夫ね、自分のせいと思わないでいい、ね、大学生の皆さんも、ね、お笑い芸人の方も自分のせいと思わないでください、変わりますね、これはもうこのせいにしていいです、政府の経済運営の誤りのせいにしていいです、よし、これだけはいいです、ね、
ここを1個押さえて、じゃあ日本って今分かりましたよね、景気悪かったんですよ、 GDP の成長率も低いんですよ、ここまでは皆さん知ってますよね、当たり前にね。だからまずはこれを認識しましょう。 OK ですね。はい、じゃあここからインフレデフレの話に入っています。インフレデフレの話ね、インフレデフレの話、インフレデフレっていうのは何かっていうと、まずデフレですね。デフレっていうのは簡単です。欲しいが多い時代ですね。だから物が売れる時代なんですよ。例えば皆さん居酒屋の店長だとしましょう。皆さんが居酒屋の店長ですね。いろんな人がビール欲しい欲しい欲しいって言うと、いっぱい物が売れてますよね。これがインフレです。で、物が欲しい欲しい欲しいってなると、500円だったビールがあれ600円でもいいかな、700円でもいいかなって価格が上がっていくわけですよね。これがインフレです。どん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 経済が成長していくっていうのがインフレですね。逆にデフレっていうのは、買って買って買ってって居酒屋が人が来ないから、人が来ないとどうします？いや、まあ値段を値段下げるよね。今のコロナの状態で、ね、はい、人が来ないからみんな値段下げるよね。だから買っての方が多いから物が売れにくい時代、これがデフレですよ。で、ここが一番わかりやすいです。もうインフレデフレってもうね、頭の中が狂ってくるんですよ、ね、難しい。頭の中が狂ってくるんだけど、もうこうやって覚えてください。うまい棒って10円ですよね、はい、皆さん大丈夫ですね。うまい棒って10円ですね。ずっと10円、ずっと10円で、インフレ物価高、はい、言って、インフレ物価高、はい、インフレ物価、デフレ物価安、デフレ物価安、はい、インフレ物価高っていうのは何かというと、うまい棒10円だったうまい棒が15円になる、物価が上がるよね、うん、インフレ物価高で、これが物価が上がること、うまい10円のうまい棒が15円になる。で、逆にデフレ物価安っていうのは、10円だったらうまい棒が安くなって5円になること、はい、 OK ですね。デフレ物価安だから、こう覚えてください。インフレ物価だからとお金の価値は下がってるんですよ、うん、あります。今まで10円で買えてたうまい棒ね、10円でうまい棒と引き換えてた、でも10円で買えなくなっちゃった、だから10円の価値は下がってる、ね、お金の価値は下がる。だからこれ真逆の計算です。インフレ物価高、お金安、OK ね。で、逆にデフレっていうのは、今まで10円で1本しか買えなかったのが、10円で2個うまい棒が買えるようになった。だからデフレ物価が安くなったけども、イコールお金は上がった、デフレ物価安、マネーアップ、OK ね。これで覚えてください。はい、 OK ですね。はい、さっきくん、はい、はいはいはい、インフレ物価高、お金はお金の価値が、安くなる、はい、そうです。デフレ物価安、お金はデフレお金の価値が高くなります。そうそうそう、で安だったら高くなるってことでね、はい、逆に動くと。これだけ皆さん間違いないね。 OK ね、はい、じゃあ次ですね。もうこれですね、デフレっていうのは景気が悪いことです。もうこうやって覚えちゃってください。結構端折りますけど、これで覚えて全然問題ないです。はい、で、インフレっていうのは景気がいいことですね。皆さんもそうやって教わってきたでしょ、いろんな人にね。バカかと、バカかって、やめて、ね、デフレが景気が悪い、まあ、これは合ってるよ。インフレって言ったら景気がいいのか、ね、バカなんだよこいつら、本当に頭が悪い。だからこれを、ね、知ったかのように、あ、今インフレだから景気いいんじゃねえみたいなのが街にはびこってんの、鳥肌が立って気持ち悪い。そんな弱く、いやいやいや、本当にそう、本当にそうよ、本当にそう。だから何かというとですね、ここまではみんなわかる。でも今ここにいるよ、ああ これは誰でもわかるでしょっていう人いるよ、いこれは誰でもわかるでしょっていう人も、お前絶対わかってねえからお前絶対インフレは景気がいいと思ってた。誰に言ってんの？いや絶対そうだよ、いいよ、コメント言うな、はい、これが何かというとですね、まずですね、デフレっていうのは物が売れないね、物が売れないならコンビニが24時間以内でも、もう売れないとね。そうすると皆さんのコンビニのオーナーだったら、いや規模縮小しないよ、アルバイトやめないよと、で従業員ちょっと短く働かせないよって言って、生産規模の縮小だから生産とか労働を下げるよね、物が売れないんだ。そうすると実は利益が残ると思いきや、ね、の利益残るじゃんそうしたらねと思いきや、実際に従業員たちの所得も減って、消費が、お金がないから消費も減る、消費が減るとまた収益が減る、収益が減るとまたここがずーっとこの負のスパイラルにはまっていく、終わりね、ずーっと全てがどん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 下がっていく、これがデフレスパイラルです、うん、もうここになったらやばいということですね、はい、だからデフレっていうのは景気が悪いんですよ。ここまで皆さん分かりますと、はい、
で、今回ですね、デフレの景気が悪いのはどうでもいいと。問題なのが、インフレって景気がいいって言ってるバカのことだ。これが、いいインフレと悪いインフレがあるんだってことを理解してない。だから、株でも、なぜか知らないけども、あの状況で買いを入れてたりとか、そういうやつがいるわけですね。はい。知ってそうで知らない話だ。そうなんで、これを知らないからみんなね、頭に入ってこない。はい。じゃあ、インフレね、インフレ。デフレな、この、経済がボン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 って下がってくると、どういうことを国がやるかっていうと、これだよね。ETF って知ってます？詐欺くん。ETF？ ETF 知ってるよね。あれあれ。関口くん知ってるよね。答えてみるじゃん。え、嘘でしょ？いや、え？いいよ、答えて早く。ETF って何？ETF？ 株や。歌手？株上場企業の225社の選抜メンバーの株です。OK ね。よく言うじゃん。日経平均って言われてるでしょ。日経平均のことだよ、ね。日経平均に、日経平均を上げるため、日本にある企業、もう選抜メンバー中の選抜メンバーの企業の株価を、日本が金融政策で株を購入することですね。はい。こうやって購入するんですよ。株を購入するとどうなるかっていうと、企業がこの上場企業の株を購入すると株式会社だから、その企業の株価が上がる、イコール企業の価値が上がる、価値が上がるから、あ、よっしゃーって言って企業は人をそのまま雇用したりとか、むしろ所得を上げたりとかで、所得が上がるとまた消費が上がって、消費が上がると収益が上がって、またこのサイクルが復活するよっていう着火剤、これが金融政策ね、はい、企業が株を買う理由です。回りますね。そうするとどんどんなるんだよって言って、まあこうやって回った時にもうこれをやめていくと、また元通りエンジンが動き出しますよねっていうものなんだよね。これが、金融政策でインフレを取り戻すっていうことなんだけども、ここでやってしまったのが政府の、経済運営の誤り。誰のせいってさっき言ったでしょ。いや、政府のせいだと言っていいって言ったでしょ。これがなぜかって話ね。まず2つ理由があります。2つね。はい、一つ目が、株価が上がっても給与って僕ら上がりましたって話。うん、分かる。日本っていうのは失われた30年、給与は実は下がってるんです。僕らは分かるよね。タイ、お隣のタイの国見てください。 350% 給料上がってます。 3.5 倍ですよ。日本は下がってるんです。こんだけどんどん近づいてきてます。これが今の現状ですね。はい、株価が上がっても給与は上がんなかった。あれ、さっきこうやって回ってたのに株価上がっても給与上がんなかったんだっていう話ね。はい、消費税を意味不明なタイミングで上げた。これよくね、増税が間違いだっていうのがね、よく言われてたでしょ。これが原因だよ。もう本当にこれは原因です。はい、でそもそもですよ、さっきこの企業に国はお金を入れてたでしょ。 ETF の購入をしてたでしょ。じゃあ企業で株を上げても所得が上がらないんだったら、じゃあ国民にそのまま上げた方がいいじゃん、お金ってね。今回みたいに10万円の給付とかね、そうやって言ったでしょ。はい、そうやって言ってたけれども、実際にこの皆さん覚えてますか。皆さんの口座にいきなり3万円が振り込まれた時とか覚えてます。実はですね、僕らって、国って今まで僕らにお金をくれてたんですよ。えくれてました。着火剤になるかなって言って国はお金をくれてたんですよ、僕らに。これがヘリコプターマネーと言います。もうばらまいてるみたいなね。なるほど。もうみんなに3万円3万円あげるよ、今回みたいに10万円あげるよと。でもですよ、それでも景気が変わらなかったから ETF の購入をしたりしてるわけですよね。だから何かっていうと、なんでお金を株に入れても上がらないね、国民に配っても上がらない。これがなぜかっていうと、景気っていうのがめちゃめちゃシンプルです。景気っていうのは人の気なんですよ。人の気と書いて景気って読むんですよ。不安だったら株価が下がる、あ、生きると思ったら株価が下がるね。だから不安な時って、皆さん明日が不安だったら貯金しますよね。明日もう未来が絶対上がるかったら貯金なんてしないじゃないですか、はい、明日が不安だから貯金するんですよ。だからいくらお金を国民に配ってもみんな行くのはここタンス預金ですよ。銀行口座とかタンス預金に行くわけですよ。でちなみにですね、この日本のタンス預金の額、これ30兆から80兆と言われてます。うわ、やばいでしょ。はい、ここまでが経済の話で、経済の話で、
ここからですね、どういうふうに経営が変わっていくのかってちょっとずつシフトしていきます。OK ですか？はい。まず、デフレっていうのはお金の価値が上がっていくことだよね。はい。覚えて、インフレ物価高。はい、高。はい。デフレ物価安。じゃあ、インフレ物価高の時はお金の価値は下がる。はい。デフレ物価安い時はお金の価値は上がる。そうだよね。お前覚えた。で、デフレっていうのはお金の価値が上がっていくことだよね。物価が下がるからね。お金の価値が上がっていく。今までこの生ビール1杯が500円で買えてましたと。ね。なのに、300円で買えるような。300円で1杯買えるような。なんでかっていうと、生ビール欲しいっていう人が今のコロナの状況みたいにいないから。だから、値段が下がってるわけね。これ今もう完全なデフレになってるよね。はい。そういうことですね。で、ここでみんな思うのが、あれいいじゃん。300円で買えるじゃん、俺らラッキーじゃん。本当だよ。思うでしょ。安い。はい、いいんです。お金持ちにとってはね。はい。お金持ちにとってはいいんですよ。はい。でも、これみんなね、国民みんないいじゃんと思うんだけども、これ大問題ですと。ふざけんじゃねえと。ね、みんな分かってねえんだよ。皆さん、この原則覚えてますか？ 93% のお金っていうのは、パソコンの画面上とかスマホの画面上、デジタルであります。7%、この世の中の 7% のお金だけが皆さんのお財布に入ってる現金だったりとか、現金としてお金なんです。皆さんの想像する。だから、この 93% っていうのは、どういうお金だと思います？わかります？投資？投資や！そうなんですよ。しゃ！皆さんが、ね、聞いて、皆さんが、ね、スーパーに行って買います、買い物します。そんなものは、もうほんと 7% でしかないのこの世の中。でもほとんどの93% は大きい買い物、投資だったりとか住宅だったりとか、皆さん家買うとき覚えてね、スーパーの買う何十年も家買ってるでしょ。だからそういうわけなの、大きい買い物。じゃあここで問題です。大きい買い物、皆さんがこれから家を買いますと、お金ないよね、どうする？借ります。お金借りるよね。お金借ります。ここで問題ですよね。今物価が物価が安くなってますと、お金の価値が上がってますと。そうするとね、どうなるかっていうと、今までっていうのはこの借金、銀行から借金をして皆さんは大きい買い物をして、その借金の利息を銀行に払ってましたよね、でも今まではこの借金した額で、じゃあ例えばうまい棒1本買えたね。でも今はこの利息、この1枚でうまい棒2個買える。もったいないって感じてくるよね。利息が高いと感じてくるんだよ。お金ないから。わかります？物価が、うまい棒2本買える。昔はこのお金借りたお金で1本しか買えなかったのに、今借りたお金で利息だけで2本買えちゃう。みたいな話になってくるね。そうすると、みんなどう思います？って言うと、早く借金返したいなと。あとはお金借りたくねえなって。どん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 大きい買い物をしなくなる。わかりますね。だから、大きな消費がされない。車もローンも組まない。住宅物を、そういう時代になっているわけね。で、そういう時代が来るっていうことが、これは金利が下がってくるんです。銀行が。だって銀行は、借りて借りて借りてって言ってくるの、俺らに。いや、お前ちょっと金利高えから借りねえよって言うわけ。ね。そうすると、いや、じゃあちょっと金利安くしますから。ね。それどん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 金利が下がってくる。で、これがデフレね。デフレ。はい。じゃあ、ここで問題ですね。はい、皆さんも問題です。大丈夫ですか？ここのね、教育ってね、日本されないんだよね。びっくりするけど。今、多少されるんだけど、ここまでされない。はい。まずですね、政府はなぜ ETF の購入をするんですか？株価。はい。ちゃんと答えてね。株価を上げるためだね。じゃあ、ヘリコプターマネーの目的は何ですか？経済活動活発にする。はい。経済活動活発にする。デフレになるとお金の価値は上がる、下がる、どっちですか？はい。デフレでお金の価値は上がるよね。物価が下がるからね。はい。じゃあデフレになると銀行からお金も借りない。はい、そう、借りない。はい、分かってきたね。だんだんみんな分かってきたでしょ。こうやって分かってくる。分かる？はい。じゃあ次ですよ。グッドインフレ。グッドインフレっていうのは何かっていうと、これは当たり前だよね。さっき言ったように、売上が上がって、ね、企業が潤う。従業員も潤う。で、消費がされて、また収益が上がって、どん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 こうやってる。これがインフレ。これがいいインフレ。皆さんの言うね。でも、悪いインフレってのもあるね。悪いインフレって何かっていうと、このバッドインフレ。景気が悪くなるんじゃねえかって。景気に直行するインフレ。
あとは景気が良すぎるんじゃねえか、良すぎて良すぎて弾けるものは何ですか。バブル。バブル。これは良くないインフレなんです。じゃあまずバッドインフレ、これ何かっていうと投資需要、あの投資需要以外で物価が上がること。ちょっと難しいよね。大丈夫大丈夫、この後あの説明で。国内で賄えるバッドインフレと、あと適度、あ、過度な需要が発生する、このインフレはバッドです。まだ分かんないよね。大丈夫、めちゃめちゃ分かるから。はい、じゃあまずですね、バッドインフレ、バッドインフレっていうのは消費、買うっていう行為とか投資をするっていう行為以外で物価が上がること。さっき言ったよね、このスマートフォンみんなみんな欲しい欲しい欲しいって言うと物価上がってくるね。はい、それ以外で物価が上がる要素って何ですかって考えると、はい、何かっていうと例えば石油、オイルだよね。オイルがもう枯渇しそうですって言ったら、ね、僕らの日用品のプラスチックペットボトルですらオイルは枯渇しそうだから上がるんですよ、ね、で流通、そのプラスチックを運んでるトラック、ここを通るトラック、これも上がりますよね。はい、でバッタ、今問題になってますね。バッタが食物を作り荒らすっていうと僕らの食卓に来るご飯の上がってるよね。これが俺らの給料が上がってないのに物価が上がってます。これはバッドインフレなんです。まあ、ありますよね。はい、大丈夫。はいはいはい、そうそう、そういうことです。だから収入が上がってないで消費が、価格が上がってくる、これがバッドインフレで、消費したいけど消費できない状況になっちゃうよね。俺もっと買いたいんだけど買えないよって状況になっちゃうから、これは悪いインフレ、だからデフレに直行するインフレになるわけですね。でもここにもまだこれ分かってないばかりよ。いくよ。ここにもですよ、ここにも海外と国内の需要供給で条件が変わってくるんです。バッドインフレ、さっき言ったバッドインフレも、例えばバッタがほうれん草食い荒らしましたっていうと価格が上がって需要が下がってくる、あるね。で、国内ででもほうれん草を賄えますっていうと国内の消費者は潤うよね。だから国内で売る、あの補えるものっていうのは、ね、例えば中国産うなぎの方が安いと100円だったと、ね、国内産は200円だったと、ね、でも中国でうなぎが取れなくなったって言ってそれが300円だった、ね、そうして上がったけども、でもスーパーには日本のうなぎにがあるじゃん。だから日本のうなぎが買われるじゃん。だから国内で賄えるものっていうのはこれはいい経済だ、逆に言うと。でも一方で石油っていうのは日本にありますか。ないですよね。だから日本人っていうのは石油をあんだけ見なさいって言われる。石油がないから石油は日本国内で賄えないよね。分かるよね。だから石油っていうのはデフレに直行したりするわけ。だからあんだけしっかりと石油を見なさい、毎日石油を見なさい、こういうふうに言われるわけですね。はい、でバッドインフレっていうのは何かっていうと、もう一つありますね。さっき言ったバブルが弾けちゃうよ、バッドインフレです。例えばこの家欲しいって一人が言ったら普通の適正価格でも、何十人も欲しい欲しい欲しいって言ったら100万円でしかない家が400万円になったりするわけ。こうやって、まあ、あの意味が分かんない値段につり上がってくる。そうするといつかバブルが弾けてしまう。これがバッドインフレですね。だからこういうふうにバッドデフレっていうのは景気が悪い、ね、バッドインフレっていうのも景気が悪いんですよ。今現在は悪くないよ、ね、でもグッドインフレっていうのはさっき言った給料も上がって、これがインフレのグッドインフレですよって話です。わかるね。はい、で、はい、もう一回いきますよ。さっき言ったグッドインフレは〇〇が上がり、〇〇も上がる。よりよさん、グッドインフレは給料が上がって物価も上がる。これがグッドインフレですね。バッドインフレは給料が上がらずに物価は上がる。これはバッドなんですよ。あるね。で、過度なインフレはすぐにデフレになる。はい、国内で賄えるバッドインフレはいいインフレ、悪いインフレっていうと国内で賄えるからいいインフレ、そういうことよ。今ちょっとスッキリしたでしょ。こういう風に経済を見ていかないといけない。はい、大丈夫で、これでさっき言ったバブルが来ちゃいますとかいう話をね。大丈夫だね。はい、ではもういいよ。何人見てる。3050。すげえな、すげえ見てるな。こっちで2000人見てるからね。5000人見てると思ってる。すごいね。もうちょっといいのかな。もうちょっといいですか。いやいや、もうちょっといいですか。もうちょっとだけやらせてよ。こっちもこっちも、うん、こっちも。はい、長期保有を前提に考えた投資です。
URU は一切広告を打たずに皆さんの口コミだけでこんだけ日本最大級のオンラインスクールになってるわけなんですが、じゃあ具体的に URU に入学したら何すればいいのという話なんですが、まずは公式アプリを App Store とか Google Play Store からダウンロードしてください。まずアプリを開くといろんな学科があります。その学科をステップ方式でカフェ時間とか通勤時間に動画で学習しましょう。もしビジネスとか仕事でわからないことがあったら実際にプロのマーケターとか税理士とか弁護士に直接聞けます。自分でイベントを企画したいとか企画されてる勉強会に参加したいというのも全てアプリで仕事のつながりを作ったりできます。さらには各週でやってる Zoom の竹花のライブで直接対面でコンサルを受けたり、さらに学んだスキルをアウトプットしてクラスターで収益化できたり、また自分の近くにいる生徒を検索して会ってみたり、あとは URU 生がやってる授業やお店に行ってみたり、さらにはですよ、オフラインの全国イベント年に数回あります。一般の方は数十万円ですが、 URU 生はほぼ無料で参加できます。最後には卒業テストに合格して単位を全てクリアすると、あなたが OB として永年無料で使えるようになります。そうなんです、これだけ質が高いからこそこんだけ巨大化するんです。これが URU オンラインスクールです。